はい、今回は P 進数とその計算ということで、ね、始めていきたいと思います。で、P 進数なんですかね。これはですね、本来はね、P 進縁であるとか、P 進距離だとか、そういったことから、定義されるものなんですが、もう少しね、具体的にといいますか、に見るとですね、P 進数というのはね、大体ね、数を P 進法の観点から、見たものに、大体それに似たような、近いんですね。で、これ、ここで P は素数を考えています。はい。で、ちょっと違うのはね、実際 P 進法で表される数、含まれるんですが、そうではない、そこに含まれないようなものもあるんですね。で、これね、普通の数ですと、これね、一般には小数で表されると。例えば、π だったら 3.141592 というふうな感じで続いていくんですが、これはね、上の方の位は、有限でと、どっかのね、1の位か100の位か1億の位か、とにかく有限のところが始まって、で、終わる小数の方はね、必ずしも有限で止まらなくてもいいと。無限についてもいいというものなんですが、P 進数の場合ね、これ逆なんですよ。いわば代数ですね。終わりの方は有限で止まらないといけないんですが、始まりと言いますかね、大きい方はね、もう無限についてもいいんです。だから無限小数の逆の、無限代数っていうのもありなんですね。はい。こういうものなんですかね。これはね、有理数対Q ですね。これのね、情報の一面を表すようなものでもあると。それを P 進法の観点から見たという意味でね。そういうことなんですね。ただし、Q に含まれない数もあると。これがさっきの、無限代数ですね。で、ただそういうものもね、Q による数列の情報では表せる。そういうもの、情報には含まれるというわけで、そういうことは言えるわけですね。これは Q 以外の単位についても同様のことが言います。つまりその情報構造のパーツではあるということは言えますね。これはラングランズプログラムの動画でも言いましたが、数をパーツに分けるというふうに言いましたが、これはね、そういう意味でのパーツですね。数そのもののパーツでは必ずしもないんですけれども、それを含む情報構造のパーツではあるということですね。で、その四則演算ですが、これはもう最後の N 桁同士を計算して、その下 N 桁を算出する、計算する。で、その極限、N 無限大ね、極限を取る。これがその答えであるということですね。実際こう、具体例で見ますと、これ P が5の場合、5進数の場合を考えますと、こういう感じですね。こういう風な式ですと、一番下のね、小数点以下4桁の、一番下の、片方だけ4というのがあるので、これは4が残ると。で、次は2と1です。足して3。で、3と4ですと7なのですが、5進法だと12なので、2が来て、1が繰り上がる。で、1繰り上がったものと1、2を足して4。で、小数点の上は、3、1で4ですね。で、2、4は6なので、11と、1が来て、繰り上がりの1に1、1を足して3。で、3、2だと10なので、0で1繰り上がって、それと2と1で4ですかね。こんな感じになると。で、掛け算だと、最後3桁だけ取ると、3、2、1、2、1、3だと、3、2、1×3 は9、6、3なので、これは5進法だと2、0、1、3なんですが、3桁なので0、1、3が取りますね。で、321×2 は642。で、これも1142ですが、142のところだけ考えれば十分と。いうことでね、321×213 は013、さっきのね、013と、321で2倍だと142ですね。で、これ足して、一番下が3。次は11で2ですね。で、次が022で4と。で、この3桁、ですね、これが下3桁。
うん。まあ、こういうふうにね、まあ、今は3桁でありましたが、まあ、これを4桁、5桁と増やしていって、まあ、その極限を取れば、計算が出るということですね。で、まあ、引き算割り算も、まあ、その逆演算でもありますし、まあ、下N桁を取って計算していっても、まあ、そういうことですね。同じことですね。うん。で、ちょっと変わった計算としてね、こう、ずっと4がついてくる数に1を足すとですね、まず最初4、1で5なので10。で、0で1繰り上がって、1足す4で10。で、また1繰り上がって1足す4で10。ここずっと0が続いていくわけですね。こうなると、こう、4、4、4、4と、この数がマイナス、実質マイナス1になるわけですね。こういうふうに、このマイナスの数が、マイナス使わずに表せるというのも面白いですね。で、まあ、要するにこれは、4445が0という、まあ、ことになるわけね、実質。まあ、5はね、本当はないんですけども、まあ、まあ、5は10なので。まあ、象徴的に言うと、こういうことですね。うん。まあ、こういうふうな感じでね、なかなかね、この P 進数というのは計算面白いので、まあ、いろいろ試してみられると楽しいんじゃないかなと思います。はい。まあ、ということで、ね、今回は P 進数とその計算ということでした。まあ、この動画ね、参考になった方は、チャンネル登録、高評価等よろしくお願いします。それではまた、次回の動画で。